はい、皆さんこんにちは、高飲みグルメのおくんです。ということで今回の動画なんですけれども、今現在ですね、2回目の緊急事態宣言が発令されて、なかなかね外で飲み食いするのがはばかられる、まあそんなね状況だとは思うんですけれども、それでもね皆さん美味しいもの食べたいじゃないですか。ということで今回はですね、家の中宅飲みでめちゃくちゃ美味しいものを食ってやろうということでですね、皆さんこういったものを見たことありませんか。こちら厚切りネギ短塩っていうものなんですけれども、よくねツイッターとかでもね回ってきたりすると思うんですけれども、これめちゃくちゃうまそうですよね。ということで今回はですね、そんな厚切りネギ短塩を家で楽しみながら最強の宅飲みをやっていこうということで、動画の方を撮っていきたいと思います。さあ、ということでどんな美味しい厚切りネギ短塩がいただけるんでしょうか。それでは早速調理開始。それではやっていきましょう。まずは長ネギ1本輪切りにして、今回白い部分だけ使っていきます。そしたらここに鶏ガラスープの素を小さじ2、ごま油も小さじ2、そして味の素もパラパラとかけてあげて、でこちらを混ぜ合わせていきます。こんな感じでネギの準備は OK。 いやー、ごま油の香りがたまらんですね。ということで今回の主役がこちらでございます。ドーンと、いや、めちゃくちゃでかくないですか。こちらなんと1キロ以上ある牛のむきタンでございます。で、この牛タンはですね、この厚い方が根元になっておりまして、まあだんだんとタンの先になっていくわけなんですけれども、この根元の部分がですね、タン元といって一番柔らかくて美味しい部分になります。肉的に見てもね、結構サシが入って美味しいのがわかると思うんですけれども、先の方はですね、こんな感じで油が少なくなっているのが分かっていただけると思います。で、タン元、タン中、タン先っていう風に分かれてて、まあこれはタン先は取り除いてある部分になるんですけれども、タン先はね結構硬かったりするのでシチューとかに使ったりしますね。で、今回はですね、牛タンの中でも一番美味しいこのタン元の部分を使ってですね、厚切りネギタン塩を作っていきたいと思います。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。それじゃあちょっと袋を開けていっちゃいますね。よいしょと、おお、でっけえ。で、ちょっと牛タンについている血を取っておきます。よいしょ。そしたらお肉をひっくり返して、タン下の部分をまず取っていきます。で、こんな感じでタン下が取れてくれます。そうするとですね、見えますか、ここに血管が見えると思うんですけども、こちらの血管をですね取っていきます。そしたら厚切りネギタン塩用に切っていきます。厚さ大体1センチくらいかな、こんな感じで切っていきます。おお、いいですね、めっちゃうまそう。こんな感じですね。うお、これやばくないですか、めちゃくちゃ分厚い。そしたらこちらをあまりでっかくても食いづらいんで、こちら半分に切っていきます。この半分ですね。そしたらこのタンにですね、ネギを入れる切れ込みを入れていきます。ペティナイフでね、丁寧に切れ込み入れていきます。よし、あ、いいですね、いい感じにネギが入りそうな隙間を開けることができました。よし、ということで、こんな感じで切れ目を入れられましたら、この中にネギをぶち込んでいきたいと思います。どんぐらいですかね、ちょっと分量が全然わかんないですけど、こんぐらい入るかな。おお、入った入った入った、おお、やばい、めっちゃうまそう、これやばいっすね、こりゃうまそうだわ。おお、いいね、はい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 、よいしょ。あ、これは絶対うまいでしょう。間違いないですね。よし、これ6枚目でちょうどラストでございます。よいしょ。ということで、ちょうどネギの白いとこ1本分のね、ネギ塩だれを使いました。いや、これやばいね。食べるのめちゃくちゃ楽しみですね。
さあ、ということで、完成でーす。いやー、どうでしょう、こちらが厚切りネギタン塩でございます。極上牛タンの切れ込みにたっぷりと入れられたネギ塩だれ。いや、もう見るからに美しくてね、これを焼いて口に頬張ったら、これはもう間違いないでしょう。いや、これは食べるの楽しみだ。早く食べたい。さあ、ということで、めちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあ、ということで、早速ではございますが、厚切り牛タン塩を楽しんでいきたいと思います。いや、すごくないですか？見てください。めちゃくちゃうまそう。はい、ということで、こちらのカメラでもご覧ください。いや、これやばいでしょ。そしてね、タン自体のサシの入り方もやばい。うまそう。それでは、火をつけまして。さあ、それではね、プレートが温まるまでちょっとお先にビールの方をいただいちゃいましょう。今回のビールがこちら。じゃん。宅飲みの相方、金麦でございまーす。キンキンに冷凍庫で冷やしたグラスでいただきます。おー、うまそう。さあ、それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。くー、たまんねー。いや、金麦うまいですね。早くね、この牛タンと金麦いただきたいですね。さあ、それでは早速1枚目焼いていきましょう。よいしょ。おー、いいね。いい音。2枚ぐらい一気にいっちゃおうかな。よいしょ。おー、やばい。めちゃくちゃうまそうですね。またこのネギ塩だれに使ったごま油の香りもね、ふわっと香ってきて、すごい美味しそうなんですよね。ネギがこぼれちゃうよ。ちょっとね、牛タン自体が厚めなので、時間をかけて、ね、じっくり焼いていきましょうね。あ、このね、待ってる時間もいいですよね、焼肉って。じゃあ、ちょっとこちらの小さい方は裏返してみましょうかね。ネギがね、こぼれないように。よいしょ。うわやばい。いや、ちょっと見てください、これめちゃくちゃうまそう。火の入りもね、すげえいい感じですね。時間も裏返しようかな。よいしょ。おお、いや、見てこの火の入り加減、じっくり中まで火が通ってね、めちゃくちゃうまそうに仕上がってますね。さあ、ということで、そろそろこちらの先に裏返した方はいい感じなんじゃないでしょうか。うわ、これやばい、めっちゃうまそう。じゃあ、そろそろいいですかね、こちらいただいていきたいと思います。おお、どどどど、おお、裏側の焼きもね、いい感じについております。よいしょ。うわ、うまそう。で、レモン汁にちょんちょんとつけまして、いただきます。うん、これは幸せだ。もうじっくり火通したことによってね、この牛タンがめちゃくちゃ柔らかいんですよ。そしてね、噛み締めるとね、この牛タンのコリッとした食感と、そして中のネギのシャキッとした食感がね、同時に味わえて、めちゃくちゃ美味しいです。そしてね、ネギ塩だれにやっぱり味がついてるので、塩味もね、バッチリでね、すごい最高ですね。そこにこの金麦でございますよ。ここだな、これ。さあ、ということで、もう一方の方もね、そろそろ良さそうなんで、こちらもいただいていきましょう。よいしょ。うわ、うまそう。うますぎる。あ、たまんないね。やっぱこの中にネギが入ってることによって、外はカリッと、そして外から火は入るんですけれども、中に水分のあるネギがあることによってですね、中の温度がそこまで上がらずに、低温調理っぽい、そんな感じに仕上がりますね。なんで、中は結構カリッとしてるんですけれども、中の部分はね、しっとりと柔らかくいただけるって、これ厚切りネギタン塩のね、めちゃくちゃいいとこだと思いましてね。いや、めちゃくちゃうまいな。そしてね、金麦がちょっと1貫目なくなってしまいましたので、これをね、1貫で終わらせるわけないということで、2貫目いただいていきたいと思います。2本目も金麦でございます。そして金麦を飲みつつ、
ちゃんとその都度きれいにしとかないとね、前の焦げがついちゃうんで、皆さん気をつけてください。うまかった。さあ、ということで完食でーす。いやー、めちゃくちゃうまかった。このね、牛タンの一番美味しい部分と、そしてネギ塩ダレとめちゃくちゃ相性が良くてね、最高でしたね。そしてそこに合わせた金麦もめちゃくちゃ相性良くて、最高の晩酌をすることができました。まあね、緊急事態宣言といってね、家にいるってことが皆さん多くなると思うんですけれども、頑張ればね、家でもこれだけめちゃくちゃ美味しい焼肉パーティーができますので、皆さんもね、こういったことにもぜひチャレンジしていただけたらと思います。さあ、ということでここで皆さんにちょっとご報告がございますので、こちらのカセットコンロなどをね、一旦はけさせていただければと思います。よいしょと。はい、ということでお待たせいたしました。ということでこちらにですね、たくさんの金麦があると思うんですけれども、別にですね、こちら金麦をたくさん買ったよっていうご報告ではなくてですね、なんとですね、私宅飲みグルメの奥がですね、金麦のアンバサダーに就任させていただくことになりました。よいしょ。はい、ということでありがとうございます。いや、びっくりですね。いや、もう自分も普段ね、飲んでいる金麦さん、サントリーさんからですね、お話来た時にびっくりしてですね、ぜひやらせてくださいということでですね、2021年アンバサダーとして活動させていただくことになりました。そしてですね、金麦アンバサダーに就任するにあたってですね、サントリーさんからお手紙の方をいただきましたので、ちょっとこちら開封していきたいと思います。こんな感じでね、お手紙いただいたんですけれども、何が書かれているんでしょうか。いや、こちらですね、動画を撮る時に開封してくださいっていうふうに言われたんで、まだ中身全く見てないんですけれども、よいしょ、開けていきたいと思います。よいしょ。それでは読ませていただきたいと思います。オックンさん、こんにちは。私、サントリー金麦の宣伝担当をしております中村祐介と申します。はじめまして、よろしくお願いします。夕食時に金麦を飲みながらよく YouTube を見ているのですが、宅飲みグルメいつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。実は金麦の美味しさをもっともっとたくさんの方へお届けしたいと思い、美味しそうにお酒と食事を楽しんでいる方を探していたのですが、おつまみ飯と一緒にいつも本当に美味しそうにビールを飲まれるオックンさんとぜひ金麦でコラボさせていただきたいと思い、この度オファーさせていただきました。金麦と一緒にテレビ CM に登場しているものと同じグラスもお送りいたしましたので、金麦の美味しさを視聴者の皆様にお伝えくださいね。PS、 金麦は季節ごとに味を変えているのですが、これから季節ごとに味わいの印象をビール好きのおっくんさんらしくご紹介いただけたら嬉しいです、ということでございます。ありがとうございます。こんなね、あと手紙までいただいちゃって本当にありがとうございます。ということでですね、これから2021年の1年間ですね、金麦のアンバサダーということで、活動させていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、こちらのお手紙の中にもありました CM で使用しているグラスっていうのもありましてですね、こんなね、霧の箱に入った薄張りグラスをいただきました。先ほども使ってたんですけれども、こちらの薄張りグラス、こちらが CM でも使われたみたいなんですね。本当にね、叩いてみるとこんなね、綺麗な音がするね、まあ、薄い薄張りグラスが使われているってことなんですね。今後ですね、こちらの金麦だったり、いろんなお酒に合うお料理をどんどん作っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援していただけたら嬉しいです。さあ、ということで柄本明菜ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借よー、ありがとうございました。